さあ始まりましたチャレンジスピリッツ、司会の北澤剛です。新婚の松尾恵理子です。そして先週に引き続き、スポーツジャーナリストの松原圭さんにリモートでご参加いただきます。松原さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の2時間スペシャルでは、今年の秋に開幕が予定されている日本初の女子のプロサッカーリーグ、ウィーリーグについて2時間にわたって特集いたしました。はい。松尾さん、いろんな話を伺って開幕に向けて期待が高まったんじゃないですかね。そうですね、はい、またあの女性が活躍する社会を引っ張っていこうという、こう、プレー以外の面でも、これからの社会を引っ張っていこうという意気込みが感じられて、大変興味深かったですね。まあ、前回は WE リーグ全体について見ていきましたけども、今回は WE リーグに参入し、プロとして新たにスタートを切るクラブチームに注目します。はい。ということで今回は WE リーグに参入するクラブチームの中から誰もが認める名門中の名門、日テレ東京ヴェルディベレーザにスポットを当て、プロ化を控えたクラブの現状について伺います。ではリモートでお話を伺うゲストの方々をご紹介しましょう。日テレ東京ヴェルディベレーザを担当されている東京ヴェルディ女子部門ゼネラルマネージャーの竹本和彦さん。はい、竹本です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして東京ヴェルディアカデミーダイレクターで選手監督としてベレーザに関わってきました寺谷真由美さんです。寺谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹本さん、寺谷さんはまずはこう WE リーグ参入決定、本当におめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。長く女子サッカー界に関わるお二人にとってはこのプロリーグの開幕っていうのは感慨深いんじゃないでしょうかね。どうですか竹本さん。プロリーグとなって、女子が、女子選手が活躍できると、プレーできるという場を、作れることに対しては本当に喜びと、まあ、ワクワク感はありますが、ワールドカップを日本が取ったと、まあ、さてこれからっていう時にこの WE リーグがどういう役割を果たしていくかと、まあ、日本サッカーにも大きな影響を与えるでしょうし、まあ、女子のスポーツという面でも、まあ、今後を、まあ、占っていく一つになるんじゃないかと思うので、まあ、その使命感とかを感じながら、準備をしていきたいと思います。あと選手たちの気持ちがね、どこまで、ウィーリーグ開幕に向けて準備できていくかというか、まあ、その気持ちをもっと高めていきたいなと思いながら、はい、毎日です。寺谷さんはいかがですか、このウィーリーグ開幕に向けては。なんか実際にもう1年後、約1年弱かにスタートってなって、じゃあお客さんがみんな来てやれるのかなっていうのが、まあ、ちょっとまだ想像がつかないですね。まあ、今の現状とかね含めてね。松原さん、いかがですか、お二人のお言葉を聞いて。そうですね、これまでなでしこリーグを牽引してきた、まあ、名門クラブで、まあ、代表選手を育ててこられたお二人で、まあ、日本女子サッカーの礎を作ったお二人ですので、ちょっとこれまでのエピソードも含めてぜひちょっと今回いろいろお話を伺えたらなって思っています。まあ、日本の女子サッカーを長年にわたってリードしてきたベレーザ、まずはその栄光の歴史を振り返ってみましょう。はい、こちらご覧ください。クラブの創立は1981年でした。読売サッカークラブ女子ベレーザとして産声を上げました。その後1990年に初のリーグ4連覇を達成、2005年にはリーグ無敗優勝、そして国体皇后杯も制して無敗のまま3冠獲得でした。2007年には初の4冠達成、さらに一昨年2019年には初のリーグ5連覇も成し遂げていまして、年間獲得タイトルでも4冠を達成しています。リーグ優勝17回、獲得タイトル50を数えるという、まあ、すごい記録ですよね。まあ、すごいんですよ。僕は知ってるからその凄さは分かってますし、もちろん WE リーグに参入するクラブ、素晴らしいクラブもありますけど、間違いなく日本の女子サッカー界をリードしてきた存在だというふうに言えますし、まあ、僕中学の時によくベレーザーと対戦する機会をいただいて、なぜかというと竹本さんは僕の中学の恩師なので。あ、そうなんだ。
ですか。そうなんですよ。でよくあの試合をやらせてもらったんですけど、はい、勝てなかったですもん。僕らも中学の日本でトップか1位2位を争うチームだったんですけど、女子に1回も勝てなかったですよ。ベレーザに1回も勝てなかったですよ。へえ、まあ、ベレーザはこう他のクラブにはないこう強さだったりとか、そういった、まあ、秘訣的なものあるじゃないですか。そこはどこなんですかね。稲城のヨミランドの山の上で、まあ、24時間サッカーを考える、それから、うん、練習を、まあ、夜ナイターの下でやってること多いんですが、あの山の上に、ここから、日本一に、まあ、男女それ育成含めて、高校生中学生小学生も女子も、日本一を取るんだというエネルギーが、パッションがあの山の上にあって、でそこに集まったサッカー好きな、まあ、大人も子供もそういう気構えを持ったあのクラブだったんですよね。まあ、日本のどこ行っても我々 の情熱は我々が一番っていう、もうプライドも持ってました。やはりその山の上でのエネルギーというのがやっぱ勝つ試合に勝って、そして楽しいサッカーで面白いサッカーもやるぞと、日本人に合ったサッカーやるぞというのをこう歴史的に気づいてきたことが、やはり今 の、まあ、ベレーザのサッカーにつながってるし、またその間に育っていった選手たち、それが大人になって、それから、指導者になっていったりしても、みんなこの山の上で育った人間はそのスピリット、それからサッカーの考え方、やっぱそこにこだわりを持っていて、そのやっぱ強さが原点にあると私は思ってます。今お話の中にパッションという言葉がありましたけれども、まあ、竹本さん非常にいつもこう冷静というかクールでいらっしゃるんですけど寺谷さん、監督時代の竹本さんをご覧になって、パッションというのはこうどんなふうに出てました？そうですね、なんかもう私そんなに試合にこう出てるような選手じゃなかったんですけど、だから普段あんまり怖くて話しかけられなかったです。でも練習後に自分が多分汗をかきたいんだろうなっていう感じで集められてミニゲームをやらされたっていうことは終わってから1時間ぐらいみんなでミニゲームをしてたなっていうのは、まあ、懐かしい思い出ですね。なんかこう変なプレーすると許されないみたいなところはねありましたよね。そうですね、それはやっぱり和気あいあいとやってる中でもお互いの厳しさとかっていうのはやっぱりこだわりとしてはあったと思います。いや、サッカーを語れる人ってそんなに昔はいなかったんですけど、もう竹本さんとかもう永遠とサッカーを語ってますからね。へそういった先ほど言われたそのこだわりっていうところで言うと、あ、そうあるべきなんだなと思って、みんなサッカーについて考え出すんですよね。では、その哲学を持った人間が、まあ、男子でいうとベルギーの選手たちもそうでしょうし、だってベレーザでいうとだって澤とかもそうだし、な高倉監督もそうだし、あと三山なんかもそうだし、ね、ほとんどがこの間優勝した時のメンバーっていうのは山の上で育ったメンバーたちが自分たちのこうなんだろうな、しっかりとしたサッカーを持ってるっていうことがここで育てられたベレーザの大きな強みではないかなっていうふうには思いますけどもね。竹本さんどうですかね。いや、まさしくおっしゃる通りで、まあ、それは歴史が証明してきていると思います。で、今怖いって言われましたけど、まあ、その怖さは寺谷さんに十分に引き継がれて怖くなってるっていう、はい、厳しいとこ継続っていうかね、伝承されていくんで、まあ、これがうちのやっぱり強みですし、でやっぱりサッカーのこだわりとしては、さっき日本人にあったサッカーと言いましたけども、やはり日本人の勤勉さ、まあ、これは組織力ですし、それから器用さ、まあ、これはテクニックですし、それから賢さ、これはサッカーの中の判断力、それからすばしっこいこと、小回りが利くこと、ちっちゃいけれども、やはりそのアジリティというかね、
まあ、それを生かしたサッカーを日本人に合ったサッカーとしてベレーザもベルディも自分たちのなんていうかなピッチの上で表現できるようなスタイルを作っていったというのが言えると思います、まあ、これは北澤さんなんかも、もうその中で体現してる選手ですか。覚えてますもん、僕竹本さんに中学の時小さくて、けど小回りが利くからいいんだぜって言われて、すごくそれを強みに変えられた。まあ、そう考えていくと、やっぱりベレーザの強みはそのアカデミーにあって、当初から選手の育成っていうことにまあ力を注いでましたけども、サッカースクールは50年の歴史を誇っているんですけども、ベレーザも現在そうですよね、寺谷さん、ユースチームのメニーナ、ジュニアユースのメニーナ・セリアスとしっかりとしたこう下部組織を持っているんですよね。これ強みだというふうに思うんですけどもね、どうですか寺谷さん。そうですね、現在はなでしこリーグのチームもほとんどのチームがやはりそのユースチームを持ってるんですけど、本当にメニーナっていうのはその中でも先駆けの存在だったと思っていて、おそらく竹本さんが携わってこられたことだと思うんですけど、そこのやはり先見の明っていうのはすごくこの今のベレーザが継続してかいい成績を残せてるっていうのは、やっぱりそこがあったからなんじゃないかなっていうふうにはすごく思います。このWEリーグの発足でプロチームがこうできることによってプロ化されていく中で、メニーナなどこう下部組織にとっても何かこう変化とか影響を受けるものってあるんでしょうかね。先日皇后杯の2回戦を西ヶ丘サッカー場で、ベレーザ対メニーナというカードが姉妹対決が生まれまして、まあ、これ女子の方ではもちろん初めての公式戦なんですよね、皇后杯の、当たるっていう。ベレーザの未来が、相手にいるわけですよね、相手は高校生以下ですから、はい、この公式戦というのはまだ他のクラブでは多分できないことですけども、やっぱこの試合を見て未来次世代を育成していくことがどれだけ大事かっていうことを感じましたし、ベレーザに関してはやっぱこのウィーリーグに向けてもやはりこの姿をより発展させていくべきなんだというのを感じましたね。私ちょうどその皇后杯の姉妹対決を取材してたんですけれども、試合後にですね、メニーナの選手が、まあ、自分たち憧れてる選手は本当すごい選手なんだなと思ったって話してましたし、ブレザーの清水選手はこう下には天才がいっぱいいるんだなって思ったっていう話をしてて、やっぱりそこのすごいつながりのところを感じるんですけども、ちょっとこうプロになることでまたいろいろ変わってくるのかなって思うんですけども、例えばこう寺谷さんがやはり育ててこられた選手たちが昨年までの5連覇を牽引してきた選手たちだと思うんですけども、やっぱりこう学業の部分でも頑張りなさいっていうふうに寺谷さんはおっしゃってたと思うんですが、そういう意味ではプロになることでまたちょっとメンタルの面も選手変化が出てくるんじゃないかと思うんですけども、そのあたりってこうどうまた選手たちに伝えていくのかなっていうのもちょっと気になりますね。いかがでしょう寺谷さん。いやそこが一番どうなっていくんだろうっていうか心配なところで、まあ、今までは、まあ、ベレーザでプレーをするんであればやっぱりちゃんと勉強しながら、まあ、大学にも行けるなら行きなさいっていう指導をずっとしてきたので、ただこれからは、まあ、できるだけ早くプロとして、プレイヤーとして成功することがいいことっていう風になっていくと、なんかその学業とのを優先にしてたものがちょっとそこのバランスが崩れてしまって、人としての成長みたいなところに勉強するっていうところがすごく私は役立ってるなって思っていますし、学校で大学でいろんな人とつながるっていうのもすごく世界が広がるというふうには思っていたので、まあ、そこがなくなってしまうことで今後、まあ、選手たちが、まあ、別に勉強しなくていいやって思われちゃっても困るなと思うし、だからその辺がプロができることがいいことでもあり、まあ、その先もちゃんと考えてどういうふうに中高世代を過ごさせるかっていうのはまたいろいろ考えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにはちょっと感じてます。いい指導者ですよね、そう考えて、なんかそこにいるだけではなくて将来のこう出口をどう考えていくかっていうことも、ね、プロができたっていうことは一つの、まあ、道筋はなんかこう嬉しい楽しいものもあるかもしれないけど、人生を考えた時にっていうところもねちゃんと考えられているのは大事かなと思いますけどもね。
CM の後は注目のメンバー編成について、プロチームとしてのシビアな発言に激震が走る。